次に5番川岸和子君登壇願います質問は今後方式です5番川岸和子です通告の通り2問質問させていただきます1森町における 幼児教育、保育の今後の在り方について、近年の子育て世代に夫婦共働き希望が増えており、それに伴い、幼稚園よりも保育園の入園要望が増加しています。新型コロナウイルス感染拡大による経済的影響と、幼児教育、保育の無償化による影響も重なって、急激なニーズの変化が起きております。ここのととは以前から課題に上ががっていたと思いた思ますが このコロナの影響でさらに拍車がかかっております森町において子育て支援の充実働きやすさ向上町の魅力づくりの点からも未就学児童の幼稚園保育園のあり方の今後の方向性について伺おうと思います二点目です発達障害の子どもが増えていることに対する支援は未就学児の各幼稚園保育園で発達障害 自閉症、スペクトラム障害、ASD、学習障害、LD、注意欠如、多動性障害、ADHD の可能性のある子どもたちが増えていると聞いています。その先、えー、その子たちが成長して、小学校、中学校へと成長するにつれて、不登校や引きこもりへとつながることも考えられます。そののような子どもご家族に対しての支援と 将来的なサポートについてどのように考えておられるか伺います以上二点です町長長太田康夫君川岸議員のご質問にお答えいたしますはじめに森町における幼児教育 保育のの今後の在り方について申し上げますまず現状を申し上げますと過去3年間の出生数につきましては平成30年度111人令和元年度70人令和2年度83人となっておりここ2年は100人を下回っております。幼稚園・保育園の園児数につきましては幼稚園では平成30年度264人 令和元年度240人、令和2年度216人となっており、減少傾向が見られるものの、保育園では平成30年度258人、令和元年度297人、令和2年度312人となっており、増加傾向にあります。このため、保育園の待機児童数は、それぞれ4月1日現在で平成30、平成30年ゼロ 令和2年16人、令和3年11人となっております,す、ね、あ失礼しました平成31年0人、令和2年16人、令和3年11人となっております以上のことから、幼稚園よりも保育園の入園希望が増加し結果として幼稚園の園児数減少、保育園の園児数増加となっております 町としましては、保育所の受け入れ、児童数の増加を図るため、保育士の町内保育園への就労を促進し、保育士の確保につながることをつなげることを目的に、平成29年度から保育士宿舎借り上げ支援事業を行っております。また、令和元年度にマヤ保育園 a 社移転新築事業に対する補助。 令和二年度に、小規模保育所、優奈保育園新設・改修・整備事業に対する補助を行ってまいりました。さらに、幼稚園においても、平成二十七年度から預かり保育を実施し、本年度からは森幼稚園、園田幼稚園において、預かり時間を十七時までから十八時までに延長し、実施しております。 さて議員ご質問の幼稚園・保育園の在り方の今後の方向性についてでございますが今は保育需要が多く待機児童が発生する状況にありますが出生数が減少傾向にあるため新たな施設を設置するかについては慎重に検討を進めていく必要があると考えております。今後は教育保育保両方の需要をまとめてお受けできるよう 幼稚園・保育園の窓口一本化を図るため、過小・健康子ども課の来年度設置に向け、9月定例会で条例案を提出するよう準備を進めるとともに、今後の施設の在り方について検討してまいりたいと考えております。次に、発達障害の子どもが増えていることに対する支援は、について申し上げます。平成28年度の県の 発達障害者支援体制整備検討委員会の報告では全年齢における療育手帳所持者のうち発達障害と診断された人の数は平成24年度末で484人に対し平成27年度末では844人と1.74倍になり360人増加しています。また、国の調査では、 0歳から9歳の発達障害と診断された子どもの数は平成23年度の6万2400人に対し平成28年度は10万3000人とこちらも1.65倍に増加しておりいずれも増加傾向にあります発達障害の可能性のある未就学児への町の支援としましては町が厚生市町の一員となっている東園学園組合が 児童発達支援事業を実施しておりますこの事業は発達に遅れがあったりこだわりが強かったりする未就学児それぞれの発達段階に応じた専門的療育を日常生活の支援保護者への支援集団生活への参加支援などにより行っております。具体的には0歳から2歳の未就,学を対し未就園児を対象とした親子通園では 親子のふれあい活動を通じ愛着を深め保護者の子ども理解を支援しています3歳,3歳から5歳の就園児を対象とした支援では毎日通所する毎日通園普段は幼稚園・保育園に通いながら週1回程度通所する平行通園がありますいずれも10人以下の小集団で 遊びを通して一人一人の発達に合わせた丁寧な支援をしておりますさらに地域のいずれかの園を拠点会場として実施する訪問型小集団療育では身近な園で行う安心感の中でそれぞれの園の先生方にも一緒に活動に参加していただくことでお友達や先生方とのより良い関わりにつなげる支援をしております。 このほかに、対象となる子どもが通う園へ直接で向き、対象児への支援と合わせ、対象児への理解や配慮について園の先生を支援していく保育所等訪問支援事業も支援実施しております。当園圏域内でこの支援を提供する通所施設は、掛川市内に子ども発達支援センターが芽生え、尾前崎市内に 子ども発達支援センター南芽生えがあり今年4月からは菊川市内に子ども発達支援センター北芽生えを開設し運営しております今後東園学園組合では対象者の増加に対応して親子通園毎日通園並行通園訪問型小集団療育保育所等訪問支援事業を行う 子ども発達支援センターを森町内に開設する予定でありより一層の療育の充実と地域の幼稚園・保育園と連携し発達障害の可能性のある子ども・ご家族等への支援強化が図られるものと考えますまた、町におきましてはすべての子どもとその家庭へきれ目のない支援を実現する子ども・家庭・総合支援拠点のための 多少健康こども園、子ども課の設置に向け、9月定例会で条例案を提出する準備を進めております。発達障害の可能性のある未就学児及びご家族への将来的なサポートにつきましては、育ちの基盤を育む大切な幼児期に一人一人を見つめた丁寧な専門的療育を実施するとともに、子ども家庭総合支援拠点による 切れ目のない支援を持って、社会へ育ち、自立をするまで、サポートをしてまいりたいと考えております。以上申し上げまして、答弁といたします。五番、川岸和歌子君。はい、えー、まず一番目の、えっ、ー、と、幼児教育保育のあり方の点でございます。えっ、ー、と、えー。過小。 健康子ども化というのを創設されるということを、えー、と承知いたしました、えー、とそこの,、うんとま、あの議会の方でも、えー、第一常任委員会より、えー、議会の提言において、まあ、子育て世代の町民から要望を聞いて、えー、南部地域に幼稚園型認定こども園を設けてほしいというような提言を、えー、以前から、えー、していると思います。 そして、えーまあ、保育園の需要が向上,向上しているということと、まあ、地理的に保育園を、えー、今ある保育園に連れてくるのは大変だということ、まあえー、そういう点からも、南部の方にこども園を作れば、あのまあ、森町の魅力も増して、人口減少の対策にもなるんじゃないかという提言であると思います。 まあその提言を出されてからまあ3年が経っているということでまあ今度その歌唱健康子ども課という組織を編成してまあやっていこうということだと思うんですけれどもまあ子どもさんの出生数が減っていますけれどもやっぱりしっかりとしたその幼児教育の環境があるということがまあ町の魅力となって移住して くださる一つの要因にもなるかとも思うんですけれども何かそういう、えー、なんか幼児教育保育の再編計画的なものがあるかどうかお伺いいたします。 稲地教育長、えー 議員のご質問に答えします、えー、幼稚園っていうんですかね、まあ、未就学児っていう部分も踏まえてですけども、就、えー、学前の子どもたちの在り方っていう部分で、えー、幼稚園がこれからどうなるかっていう部分も、えー、議員ご指摘のとおり、今までの統合のいきさつの中で開いていました、あの検討委員会等の話題にも上がっていたし、まあ、町長の方の総合教育会議の中の答弁でもありますけども、えー、今後、まあ、重要な課題として検討していと思います。 いくというようなことのお話をさせていただいております。えー、保護者等の声についても、えー、幼稚園の職員を通してル、えールまあ入ってきておりますので、まあ、えー、これから、えー、どうなるかという部分についても、えー、森町としては、えー、重要な課題として受け止めてまあ検討を再度としていきたいと思います。以上五番。五番川岸和若子君。はい。えー 承知し,ましたえっ、ー、と,、まあ子どえー、と幼稚園を選,べる選ぶ保,、えー、と保護者さんまたあの働きたいので保育園を選びたいっていう保護者さんがおられてやっぱりうんとじゃあそれをこども園にすることが一番ベストかっていうのはそれはまたあの検討課題だと思うんですけれども、えーまあ、近隣の市町ではこども園になることで、えー 親御さんのメリットが非常に大きいということを感じています。先日行った幼稚園では、袋井の市、えー、立の袋井市立幼稚園さんは、えー、令和2年度の4月には入園児13名だったところを、えー、8月に子ども園化をすると決定して、その次の年度の、えー、令和3年4月には、えー、入園児13名だったところが30名。 に増えてさらに子ども園になったことで3歳未満児さんも20人、えー、受け入れるというような全く違った園かっていうぐらいにあの変わりましたなのでそういう園があることは非常に魅力的だと思いますしまた岩田さんの方でも、まあ、最大規模の200人の流用、うん、の統合園ができるということが、まあ、民営化して。 とということですけれども、まあ、ちょっと規模が大きいですが、えー、こういうこともこれは来年の3月からとということですなのでこども園が例えば森町にあるっていうことになるとすごくあの、まあ、ブランド化じゃないですけれどもなんかそれだけでちょっとこう、えー、すごくこう魅力だなと思うんですけれども今現在の、えーまあ、森町では町営の幼稚園 っってていうのがご縁あ,って、まあその中でもやはりちょっと人数が減ってきてるっていう現実と,うんと、まあ、そこには必ず職員と、まあ、場所建物が必要なわけですけれども、まあ、そういうのを総合して、えー、もう考えてもやっぱ再編は必要なんじゃないかなと。 思っておりますまたあの町外の保育園に通っている子もいると、まあ、そ,うそういう子たちは、うんまあ、森町の保育園に入れなかったから自分の働いている例えば掛川市にある保育園に入っているとか、まあ、あの袋井市のこども園さんに入っているっていう、うん まあ、いろんなあのパターンがあるとは思うんですけれどもそ,のそういう子たちが8名現在おられるということで、まあ、それも森町からその無償化の、えー、無償化に対する料金を払っているということなんですけれどももしこども園として、えー、もう少し受け入れ体制ができるようになればこういう子たちもあの見,えない、えー、と見えない待機児というかねそういう子たちも解決するのではないかなと。 思っているのですが、まああの、再編をしようと思っている意図はあるということで、えー、受け止めてもいいということでよろしいでしょうか。以<上>はいなじ教育長 教育省です、えー。先ほどと関連いたしますけども再編するしようと思っている意図があるかという部分についてはあれですけどあの明確な答えはあのさあの差し控えさせていただきますけども先ほど言いましたようにとあの総合教育会議の中であの小学校と中学と同じようにもう近々の課題として幼稚園の在り方等についても話題に上がっているという現状の中では把握しておりますし現に今 議員がおっっしゃったようにに人数減と同時に、えー、幼稚園として今やるべきこととして預かり保育とか延長保育とかっていうどちらかといったら、えー、子ども園的なところもやり始めているわけですよね、まあ、そういう中での動きで新たな課題も見えてきているもんですから、えー、とにかく今言えるのは、えー、先ほど言ったようにあの新しい加賀を創設と同時にあ幼稚前の教育についてあの町として今後の方向性をですね ま近々のうちに考えていかなくちゃいけないとそういうところでご理解をお願いしたいなと思います。ですので重、えー、々その今までの常任委員会等の動きの中で南,、うん、あの南部の方のこども園っていうのも把握しておりますけどもただそれが点の問題で ご承知の通り森町には既存の保育園がきちっとあるもんですから幼稚園型を作った場合の課題っていうのも新たに出てくるわけです。で先ほど言ったように現に保育園と同じような預かり保育をや延長をやってても このまあ、要するに集まっていないっていう現状とかって考えてくると、そのすぐそちらに飛びつく前にもっとその啓発をしっかりして、ですねあの幼稚園の中で、えー、ほうあの預かり保育の中でこういろんなところでこう数が集まるような、そういう手立てもしていかなくちゃいけないなということを、まあ、教育委員会の中では話をしているところでございます議長5番、はい、5番川岸和歌子君。はい 承知いたしましたまたその新設される健康子ども課っていうところで、えー、と素早く先ほどもあの袋井さんの例を挙げましたけど夏に決まってその次の年にはもう開園できるみたいなスピードを持ってできることもあると思いますので早い再編した後は早い対応していただけたらと思っております。えー、と2番のことに行きます、えーまあ、発達 障害ということで、先ほどえー答弁いただきましたえ対応していただいているということは非常によく分かりました。私がえこの問題問題というかえ何を明らかにしたいかというと、うん明らかな障害というか今こう数が非常に増えているっていうあの答弁もございましたが、あのー、まあ現場の先生方というかあの保育士さんによると。 数が増えているというよりは今まで見えてこなかったものが病名がついているっていう現状で増えているという面も非常に多いと、えー、まあ実際にあの病院に行って投薬を受けているっていうことも あるみたいですけれどもまずあの自閉スペクトラム症っていうのはやっぱコミュニケーションとか対人関係が不得意で、えー、まあちょっと強いこだわりがあったりアスペルガーだったりということです。で LD って学習障害っていうのはあの一見別に障害はないんですけどあの勉強の計算とか読むとか書くとかっていうところでなぜか詰まってしまうっていうようなことです。で ADHD、っていうのは、まあ、注意欠、まあ、多動 性障害とかって言われますけれどもちょっとこう大声を出したりとかみんなと同じことができなくて不注意が多くてこう,うろうろしてしまったりっていうような、えー、症状ということなんですで、近年明らかになってきただけで現在大人においてもまあ、今までそんな病そういう名前が付かずに、えー、来ているので別にそういうふうに判断されてないという,うことも多いと思いますがま明らかにそういう 子たちは保育士さんから数を見てる保育士さんから見るとすぐにわかるということなんです。で、では実際にその判断するかどうかっていうのはそのテストがありまして、テストでやっぱ障害っていうふうに出ると障害という名前がつくんですけれども、そこに至らないこうまあ、ちょっと個性が強いっていうふうに、えー、いうふうな判断になります。 なのでそういういちょっと見えにくい明らかな障害なら支援したりとかっていうことはできると思うんですがちょっとこう普通じゃないんだけど支援障害者でもないっていうところにちょっと焦点を当てたいなとなんかしょ例えば、えー、とちょっと障害なら特別支援学級に入るとかっていう,う判断もできるんですけれどもそこに行くまででもないでもあのやっぱりちょっとみんなと違うっていう子は まあ、グレーな部分っていうんですかねなんかそういう、うん、子たちにちょっと、まあ、たくさん隠れてるかもしれないし、まあ、またそういう子たちがあの今の,その現状として数として増えていってるっていうことだと思うんですが、まあ、保育園さんとかに聞くとやっぱりそういう子が一人でもいると手間がかかるので。えー 支援員ささんをを増やさざるを得ないとであの幼稚園さんでも支援員さんを増やしてますし、まあ、保育園さんは森町ではあの民間の企業さんですけどやっぱり人を増やすっていうことはやっぱ人件費がそれだけかかるということなんですけれども何かそこのところにへの、えー、と町からの支援みたいな制度をはないものでしょうか えー、塩沢学校教育課長、はい、学校校教教育育課課長長はいいでですすまのの議員ごご質問でございます、えー、発,達発達障害といいますか、えー、グレーのゾーンの、えー、日常生活する中でのちょっと困り感、支援が必要な子の対応というご質問でございますけれども、現在、あの就学支援委員会という,う委員会を設置してございます。 これはあの障,害障害という表現にはなってはいるんですけれども、障害のある、えー、幼児、えー、児童、生徒のお障害の種類、程度に応じて適正な就学支援を行うため、えー、委員会を設置するということで、えー、幼児期からですね幼稚園、小学校、中学校の先生、あと医師、専門家により、えー、組織されております。一一人一人 のそれぞれの現れ、日常、幼稚園であるとか、学校での生活の現れを判断し、またテスト等で、テストといいますか、あら現れのテストですけれども、をする中で、その結果をもとにです、ね、今現在、適正な支援がどこが適しているか。 というようなこととを一人一人、えー、判断すするという委員会でありますこれはあの幼稚園児からず、えー、中学校生まで毎年やっておりますので、その子の前の発達段階であるとか、が今後にどのようになっていくかというようなことも含めて、ですね成長段階に応じて、いろいろな立場の方が一人の子を判断するという中で、その、 度によってはどのようなな対応が可能かとというのを相談する委員会となっておりますまた、ですね幼稚園におきまして、就学支援委員会の委員長でもございますけれども、巡回相談ということで、各園に年間25回程度ですけれども、学校へや園を訪問いたしまして、そのような支援の必要なこの状況を、 をまずは見たり、様子を把握するということ、あと、関係職員の支援とかアドバイス等を行っております。また、幼稚園の時期の教室といたしまして、各園に所属はそれぞれしておりますけれども、またそれとは離れてですね、 小規模の集団で、えー、グループに分かれて親子で、えー、同じようなこう環境の子どもたちを集めましてですね、えー、ゆっくりこう小集団の中でじっくりこう遊びをしながら保護者のおと子どもと一緒にこう活動をしたりまたあ保護者の相談をする場としてですね えー、過ごすような親子遊びの教室というようなものも設置しております。また、それぞれの幼稚園、5園ございますけれども、支援が必要であるというような人数、実態に応じまして、合計で,です、ね、町内7人の支援員を配置しているというような状況がございます。以上ですあ あの補足をさせていただきます、冒頭に説明させていただきました、就学支援委員会の組織でございますけれども、先ほど幼稚園、小学校、中学校ということで話をさせていただきましたが、保育園も含めて、ですねその対象者といいますか、のあり方を検討しているという取り組みをしております以上です。 えー、平田保健福祉課長、えー、保健福祉課長です加木市議員の質問にお答えをさせていただきます、えー、保健福祉課の活動としまして、えー、生まれてからあ検診がございます6か6月時相談であったり一、えー、歳児相談であったり二、えー、歳児相談であったりという相談がございますその中で、えー お母さんと子どもさんが来て、お、えー、話をしていく中で、えー、少し発達が違う子であるとか、あと子どもさんの動きを見ながら、うちの保健師の方で、えー、ピックアップをさせていただいて、えー、0歳から2歳児の子につきましては、えー、森町親子教室、ポップコーンというものがございまして、えー まあこれはお子様のことで心配なことだったり、困っているご家族さんとお子さんに向けての教室を開催をしております。教室の中では、遊びを通しまして、お子さんの成長や発達を支え、育児についてみんなで一緒に考えながら、子育てのお手伝いをしていくというようなものでございます。それからもうちょっと発達について、えー、遅いて遅 方につきましては、先ほど町長の答弁であった親子通園ということで、0歳から2歳児対象に、芽生えに親子で通って、小集団での親子の触れ合い活動をしております。あと、0歳から2歳についての対応は以上です。議長5番,5番 川岸和歌子君、えー、保育園さんの,その人的な支援に、に幼稚園さんは人、えー、今、7人んと数に合わせて対応しているということですけれども、えー、保育園さんへの支援というのは何かあるんでしょうか、その人的な保育,保育士を増やさなきゃいけないための支援のことです<上>、はい、平田。 保健福祉課長。保健福祉課長です。ええ、川岸議員の質問にお答えをします。制度的に、今言った、保育士の増員について。制度的にございませんので。あ、制度的にございません。以上です。議長、五番。はい。五番。川岸和歌子君。 それは何かこう制度化するとかいうような方向の意見はありませんか、平田保健福祉課長。 保育園の事業につきましては、えー、制度につきましては国で、国の決められた制度に基づいて実施をしておりまして、えー、国が決めた制度で、現在、森町とすると運営をしているというような状況でございます。以上です議長5番番ははい、えー、い承知いたしましま 私がやっぱりちょっと心配だなって思っているのはそういうあの小さい頃の,あの手厚いこう支援っていうのはすごくあの目に見えるじゃないけれどもすごくあの気が付くしうんとまあそういう就学支援委員会というのがあってそれに対応していただいているというのはすごくありがたいなと思いますがやっぱそういう子たちが大きくなっていって、えー、やっぱちょっと不登校になっていったりとか、えー、まあ まあ自分のことでちょっと申し訳ないんですけれどもうちの次男も発達障害と判断はされてないんですがやっぱちょっと変わった子ということで個性的でまあでも、えーとまあ、どちらかというと自閉症みたいなに近いような感じでこだわりが強くって環境が変わるともう混乱してしまって動けなくなってしまうというような子なんですがまあ小学校の時にテストを受けたらどうかっていうことを、まあ、そういう 先生に言っていただいてテストを受けたんですけれども、まあ別にそういう障害でもないし、個性です。っていうことで、小学校6年間は行かさせていただきました。その6年間行ったことで、まあ,あのみんなも分かって、ある程度個性を分かってくれているというところはでは。 かったんですがやっぱり学習面でも多少遅れがあるのでやっぱ家庭でずっとついてたりしたんですが中学校でまあ環境が全く変わった時にやっぱりバカにされたりだとかまあちょっとあの時期的にもちょっとデリケートな時期でまあいじめにあったりとかっていうことを学習面も当然ついていけなくなってきて、えー、登校できないというふうになってきました。でで中学校では えー、保健室に、えー、登校するという形を取らせていただいてたんですけれども5年ぐらい前ですけど保健室登校がもうすでに十数人各学年いるぐらいでしたそれは袋井市の話なんですがでもそうやってこう。 いろんんなパターンがあると思うちっちゃい頃はあれだったけど成長してきてみんなとうまくやれるようになったっていう子もいれば小さい頃は目立たなかったけれどもやっぱりそういう思春期になってちょっといじめの対象になってしまうとか周りとなじめないっていうようなことも見えてくると思うんですがそうなってきた時に親として今まで普通の子と育ててきたつもりがちょっと発達障害の 可能性がありますねって言われたことを受け入れるのにまずちょっと障害ちょっとハードルが高いというか、まあ、そこのそういうなんかこういつの段階かはわからないですけれども、まあ、まあちょっと不登校になっている子たちが全部そうだとは思いませんけれどもまああの森町ではえっ、ー、と 適用指導教室若葉さんっていうのを設置していただいていてまあそれはすごくいいことだと思うんですやっぱそういう子たちの居場所を作ってあげるっていうのはすごくいいことだと思うんですけれども、まあ、そういう方のご父兄の方のまあ先ほど小さい子はあの親子で同じような遊びをしながらあの親子の相談もできるっていうことがあったと思うんですがそういう子たちが育っていった先で、えー、まあ 若葉さんも小学生中学生両方、まあ、登録今15名程度っていうことで常におられるわけではなくて、まあ、あの不登校の子を持ってる方は分かると思いますが行ける時もあれば行けない時もあってなんかこうそういうので親はどきもハラハラするもんなんですけど、まあ、そういう不敬の何か支援的なものがあるかなとまあそこら辺か の何か支援が不健に対するその成長した時の不健に対する支援っていうのが何かあるかお伺いします。塩沢学校教育課長、学校教育課長です。えー、ただいまの川義議員のご質問でございます。小中学校に成長した際に不健保護者にどのような支援 があるかとというようよなことでございますご案内のとおり、小学校を、小学生を対象に、ですね通級指導教室が森小学校に設置してございます。で、これはそれぞれ在籍する学校があるんですけれども、やはりちょっと困り感のある子が、個々にですね、通っていただいて、週に1日、 1>, 程度1日から2日程度、子どもたちそれぞれの発達に応じてですけれども、小学校の通級指導教室に通っていただいて、で1人ずつそれぞれの困り感、困難さというのを少しでもこう緩和したり、改善できるようにトレーニングをする教室でございます。今現在、21人が在籍しておりますけれども、そこの教室にですね、パーティションでこう仕切られて、保護者が、 その授業を受けている様子が見れるようにって言いますか、まあ、授業の妨げにならないようにこうミラガラスといいますかあ存在がわからないようなあ部屋ですけれどもがございましてでそういう中で、えー、子どもたちに、えー、指導をしている様子を見たりすることもできますしその通,通級が終わった後先生とお、まあ、日頃の生活についての相談ができるというような場 を設けておりま,すまた、先ほど適用指導教室のお話もいただいておりましたけれども、こちらにつきましても、不登校の児童・生徒の居場所も、としてございますけれども、やはり保護者との相談場所というのも、一つ大きな目的として作っておりますので、その中を、この教室をですね、 いろんな意味で活用をいただいていると、保護者の方にもご活用いただいているというような現状がございます。以上です。議長、ご番。ご番、川賀氏若子君。はい。えっ、ー、と、そのような場所を作っていただいているというのは本当にありがたいことだなと思っております。えっ、ー、と、先ほどの私のあの息子の話ですけれども、まあ義務教育まではそうやっていろんな方が。 <こ>う支援して,してください <laughs> すみません本当にこうあの教育委員会にお世話になる、うん、中学生まではあなんですけどその先っていうのは、まあ、当然大人になっていくんですけれども、うんまあ、そ,のその問題を抱えたまま大人になっていくわけなんですがまあえー、とうちの子の場合はですね、えー、天竜 天竜高校の春の校舎に長期休,業休校の枠っていうのがありましてそちらを受験してみたりとかですねまあそれは駄目だったんですけれども浜松にあるフリースクール全くこう本当にフリースクールで自由なことをやっていながらも通うことで出席日数がもらえるというようなフリースクールに行ってみたりですね、えー、まあ 島田実業専修学校という割と副登校の子を受け入れているような高校もあるんですが、まあ、どこにもちょっと馴染めなかったということで、まあ、教育の最終段階は先ほど、えー、冒頭に町長の答弁もありましたけれどもやっぱりその子の自立っていうところを最終目標としているという点でもそういう,うんと発達障害の子たちを10年後15年後っていうのを見ていって 行くこととも大切かなと、まあ、本当にこの一般的ではないですけれどもやっぱり一人も残さないという面でもそういう,う視点も大切かなと思っております。えー、とそれで最近のですね新聞でこれは、えー、と岐阜県の話なんですけれども、えー、不登校特例高校ができたというニュースがありました。えー、と6月11日 とかの最近の本当にニュースですでこの不登校特例校というのは文部,省文部科学省が、えー、と設置を進めておりまして2017年の教育機会確保法というところから、まあ、こういう,う、えー、と学習使用要項にとらわれないような学校を、まあ、各地に設けていってくださいよと,、まあこ,のえー、とこの時の時の。 えー、不登校特例高校には40人の定員,定員に対して説明会には120組なので120人の,あの説明者があ来た、えー、応募に来たという話でしたのですごく全国的にもあの需要が高まっていると思います。でまあ、森町には、えーとまあ ちょっと話が私の思いだけなんですけれども小中学校3つが廃校になって学校跡地検討委員会等も立ち上げられている中でいいいろんな提案案とととか案件も集ままっていることと思いますまあその一つで例えばこのような特例校をなんか誘致開設することでまあ森町があの何かそういう優しい町というような一つのブランドになるのも面白いかなと 思いましたでこのこれじゃないあこ,れたあこれですねはいえー、と今全国にふとあこういう特例校がどれぐらいあるかっていうことなんですけど17校しかないんですねであの文部科学省が割と進めようとしてるんですが、まあ、ちょっとまだ その役割自体を私立の学校がその地域はやってるとかっていうことがあると思うんですけれどもこうまあ個人の私の一つの提案ではありますけれども今の社会の変動と価値観の多様性っていうところにこの今この町でこういう名乗りを上げることで何かこう一つの人口減少を をなんか食い止めるような、まあ、少子化を食い止めるような何かあの起爆剤とかにならないかなと,、えー、とそれはそういう自閉,自閉症じゃないな発達障害とかの子が義務教育を終えた後にいる居場所うちの子は今二十歳ですけれども今学校にも高校にもう一度行きたいと言っておりますでそういう学び直しっていうこともできたりとか、まあ、居場所もそうですけれども。 まあその自立していくためのステップとしての学校っていうのを何かこうあるといいなとで、まあ、今時代もそのも、まあ、物を豊かにっていうところからこう心を豊かにっていう時代に変わってきていると思いますんでまたいろんなこのコロナとかのもあったりして若者たちが今後は私はもっと えー、どか大きな会社に就職する人もいると思いますが、まあ、自立していくというかもっと個人独立してどんどんやっていくような人が増えてきていくんじゃないかなとそういう面でも個性っていうのも大切ですしそこで自治体が、まあ、今までは割と援助っていう視点でしたけど何かこうちょっとああの後を押してあげるという感じで、まあ、その子たちが自立して逆にも森町を盛り上げてくれるようなまたその。 この地域というか、いろんなとこから来てもいいですよと、人を受け入れるような体制を取ることで、まあ、森町を盛り上げてくれるようなことにならないかなと、勝手に思ってるんですが、まあ、そういう考えはちょっと、うどう感じるか、いかがでしょう町長、太田康雄君。はい 川岸議員からご自身、あるいはお子さんのことも交えながら、いろいろとお話をしていただきました。そして、不登校特例高校の設置についてということでございます。お話にも、これまでの川岸議員のお話にもありましたように、障害なのか、個性なのかという線引きも非常に難しいでしょうし、 また、それぞれ同じ症例、証明をつけられている判断、診断されているお子さんであってもそれぞれにその症状の出方あるいは行動,の行動への表れ方様々だと思います。また年齢によってその 対応も様々であると思っておりますですので一つのことに対応するためにそれに特化した対策を取っていくということももちろん大事なことなんですがそれで町民の皆さんの全ての要望に応えられるかというとそれはそうではないと思いますので。 どのの部分を手厚くするのかどこかを特化して取り組むことが良いのかあるいは広く浅く対応していくのが良いのか非常に難しい問題だと思っておりますそして学校跡地の利活用の一つの案としてはどうかというご提案でございますが、えー、学校跡地の利活用につきましては いろいろなご意見あるいはご提案をいただいておりますただしこの例えば不登校特例高校をま誘致するといいますか設置するといいますかにいたしましてもこれが森町単体で 行えるものなのなななかかかととといいうとそれはなかなか難しいと思っておりますですのでいろいろな関係機関と調整も必要になるでしょうしまた実施主体を他に求めるということも一つの方法であろうかと思いますですので跡地利用につきましては現在検討を始めたところでございますので今後跡地利用の 一つの利用形態として可能であるかどうかあるいは県がどのようなあるいは文科省がどのような姿勢でこの学校の設置に取り組んでいるのかそういったことも検討させていただきながら今日ご提案をいただいた不登校特例高校についても少し調査をしてみたいと思っております。以上です。 議長五番。五番。川岸和歌子君。はい、えー、私の割と個人的な話に、えー、対応していただいてありがとうございます。私があの、まあ、外から来た移住民ですけれども。まあ、袋井から、あの、森町に越してきた理由の一つに、先ほどの。あの、ちょっと発達障害っぽい息子が。一宮辺りを通った時に、あの、この辺りに住みたいと、あのー。 言ったのも一つのもつ理由でありますなので自然豊かで心も豊かにしてくれる森町っていうことを希望しまして今回の質問を終わらせていただきます。